ミハウカレツキ、ミハウカレツキ、1899年6月22日から1970年4月18日は、ポーランドの経済学者。マルクス経済学が初めて提示した概念である、上与価値の概念から、マクロ経済学の経済変動理論及び有効用を発表した。理論構築の出発点が、マルクス経済学の三分法のアプローチであったことや、 祖国ポーランドが社会主義時代に本人自らその経済発展のために働いたことから左翼のケインズの異名を打つ。彼付きは社会主義者が社会主義を支持する動機である社会的弱者への関心は持ち続け、左翼思想に対して常に理解を示していた。また、統計データや数学的モデルを駆使して問題に取り組んだ初めてのマクロ経済学者であった。 ロシア帝国地政下のうちに紡績工場主の息子として生まれる。ワルシャワ理工科大学に入学するも、父親が事業に失敗したために中退、職を転々とする。第一次世界大戦では、ポーランド軍に一兵卒として従軍。復員後は、団地費で工学を学ぶも、再び父親が失業したために中退、以後、再び学生生活に戻ることはなかった。 就職先のクレジット会社の統計調査係の事務員として働いて貯めたお金で新聞社を起こして見たがほどなく経営に失敗仕方なく経済系の新聞日誌に記事を投稿する臨時の仕事で生計を立てていたきカール・マルクスの再生産標識に興味を持ち経済学の研究を独学で開始する1933年に景気循環理論解説を発表し ケインズに先立って有効需要の原理を論証した。この時期に精力的に書いた記事や論文が評判となり、スウェーデンから奨学金を得ることに成功。1935年スウェーデンにわたる。それまでのスウェーデンでは、スウェーデン学派の経済学者たちが、かつ理論と似た理論を構築しようと苦心していたので、あったが、レツキはそれを解決していたのである。そんな時、 ジョン・メイナード・ケインズの一般理論が出版された。1937年にイギリスに渡る、当初ロンドンスクール・オブ・エコノミクスにいたが、後にケンブリッジ大学に移りケインズや、ケインズ・サーカスの経済学者と出会う。1939年にナチス・ドイツとソビエト連邦がポーランドに侵攻したため帰国できなくなり、その後もオックスフォード大学などで経済学、 統計学の研究を続ける。1945年、オックスフォード大学を離れる。理由は、自分の業績が正当に評価されないことに不満を感じたことであるが、これは彼付きの慎み深い性格が原因だった。移民であることで、ポスト獲得の上で差別を受けたことや、この期間にイギリス国籍取得の申請をしていなかった、ということも原因である。 戦後は国際連合事務局で経済部次長を務めるも、当時のアメリカで吹き荒れたマッカーシズムの圧力から、親しい人々が次々と失脚していくことに失望し、ポーランドへの帰国を決める。帰国して、あとはワルシャワ中央計画統計大学、現ワルシャワ経済大学で教弁を取りながら、社会主義政権下において、経済計画の策定に関与。 オスカー・ランゲやチェスワフ・ボブロフスキなどと共にイスラエル・メキシコ・インド・キューバで経済顧問を務めた。一方で若い頃から好きだった数学の研究も続けた。彼付はポーランドに帰国後、その残りの人生を祖国ポーランドの経済発展にかけた。共産権で実質的にソ連によってその生み出す富の多くを搾取される衛星国の状態にあった。 コメコン経済という祖国の政治、経済的制約のもとにおいてであるが、ポーランド経済は、カレツキの指導のもとで、社会主義体制と市場経済とを自己の分配論を持ってうまく組み合わせ、着実な地本蓄積による持続可能な発展経路を進んだ。しかし、枯れ月が第一線を退いた直後の1 9七十年、カレツキは同年に死去より、 当時のエドバルト・ギエレク政権は国民の人気を得るためアメリカや日本など西側諸国からの対外債務を拡大、米コン加盟各国から消費財を輸入し国内に供給する一方、国内産業は輸出目的の資本財生産に極端に傾斜する歪な経済構造を国内に発生させた。これは消費者信用を拡大する類の一種のバブル経済であり、 数年後のオイルショックを契機に、対外債務の利払いが負担となって、ポーランド経済は停滞。これによりせっかくそれまで、破裂期が苦心して築き上げてきた。ポーランドの経済発展の持続可能性と、経済的信用は、完全に台無しとなって、1990年代初頭まで続くことになった、失われた20年を招いている。 有効需要の原理を基本とした投資の増加が利潤の増加につながるという彼付きの持論は、ケンブリッジマクロ分配論として世に受け入れられ、ニコラス・カルドアや森島道夫にも影響を与えた。一方、資本主義を支配する法の知識によって、人々は豊かかつ幸福になり、かつ経済的決定について、より責任ある態度が取るようになる、とのケインズの持論に対して、 彼キは意義を提している。彼キは、資本主義とは限らずどのような経済制度のもとでも、政府が自らの都合の良いように世の中や、その経済的条件を敷い強制的に動かしてしまうことによって、資本主義を支配する法の知識は、ケインズの結論とは逆の結果を導くことがある、と述べた。これは、政治的景気循環仮説、ポリティカルビジネスサイケルズハイポセシス。 pbch と呼ばれている。これは皮肉にも、彼の死後になって、前述のギエレク政権によってカレツキ本人の、祖国にて、明白な形で実証されることになったのであるが、カレツキは自由選挙の制度を持つ国々では、議会選挙を要因としてこの傾向がさらに顕著になる、ことも指摘している。1970年、ポーランドのワルシャーデ死去、70歳。カレツキは、 マクロ経済学の最初の開拓者であり、実は驚くべきことに、ケインズ、雇用、利子及び、貨幣の一般理論、俗に、一般理論に登場する、様々な概念のかなりの部分を、ケインズ、ケインズ、サーカスよりも先に立った一人で着想していたのだが、これらを発表した彼の研究論文、1933、1935はポーランド語と、フランス語で刊行されていたため、 経済学会でほとんど注目されなかった。当時の経済学会における共通言語はすでに英語が主流であり、研究論文は英語で書かれていなければ意味がないも同然となっていた。彼付きはケインズが1936年に一般理論を観行するとすぐにそれを通読し、そこに書かれている内容が自分の機質論文の内容と一致することに気づいた。 彼は早速同年中に、自らの方が先に、それらの概念を論文の形で発表しているという趣旨の論文を書いたのだが、しかしそれもポーランド語で書かれたものだった。これはすぐに英訳された。特に有効需要の概念が、彼付きによるものとケインズによるもののどちらが先かという議論は、後世のものにとっては興味のある論点であり、ドンパティンキンは、ケインズがベースとしたのが、 リチャード・カーンの雇用上数であったのに対し、レツきのは景気循環の投資上数であり、有効需要理論についてのレツきの先行性を主張することはできないとている。ただし実際のところケインズが一般理論の中で提示したのは投資上数で、これはレツきの投資上数と同じものであり、ケインズは同書ではカーンの雇用上数を参照しながら、 この2の乗数が一致する条件を提示し、その条件が成り立つ場合を想定して、論を展開している。鍋島直樹は、彼付きは失業の存在こそが、資本主義経済の一般的性格と考えこの問題を克服するために投資決、景気循環の理論に取り組んでいったことは明らかだとする。パティキンに対する反論としては、フェイブルがある。また有効需要理論に関する両者の先行性に、 ついての論争を展望した論文にもと2989がある。山本英治は、ケインズと独立にないし先行して、発見したとする。一方、枯れ月が滞在し進行を深めたケンブリッジ大学の経済学者でいわゆるケインズサーカスの中心的人物であったジョーン・ロビンソン教授は、枯れ月はケインズに先行して、有効需要の原理を発見していたものの、 本人自らこの事実を執拗に訴えることは全くなく、彼付きのこの気高い態度は学問の世界では残念ながら実に稀であるとし我々とは全く異なった政治的知的出発点から我々と同じ結論に達していたという事実は我々ケンブリッジの人間にとっても大いなる励ましであったと述べている。ちなみに彼月が ケインズサーカスの研究に興味を持ち、イギリスに渡り、ケンブリッジで、ケインズと初めて出会ったのは1937年で、あるが、ケインズの周囲の人間によると、この時何を勘違いしたかケインズは、彼ツキに対し異常なほど冷淡で傲慢な態度を、とっていたという。しかしその後は、彼ツキと、ケインズやサーカスの面々は信仰を深めた。カレツキの論文その他の著作は、 ほとんどがポーランド語で書かれているため、彼の理論や思想は、英訳があるもののポリティカルアスペクツオブフル、エンプロイメント、1943、ポリティカルクオータリーなどを除いては、英語圏では、現代においても深く知られていない。英語圏ではわずかに、ケンブリッジ大学のジョン・ベーナード・ケインズのグループ、いわゆる、ケイズ・サーカス、オックスフォード大学、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスをはじめとした。 イギリスの一部でのみ、レツ月の研究が知られている。日本では、宮崎義和や伊藤光春の翻訳によって、レツ月の理論のエッセンスとなる論文、経済変動の理論主本主義経済における、循環的及び長期的変動の研究を日本語で読むことができる。レツ月は、マルクス経済学の常用価値の概念を、出発点として有効需要を発見している。 一方、彼付きとほぼ同時期に全く独立して有効需要を発見したジョン・メイナード・ケインズとのケンブリッジ大学のグループ、いわゆるケインズ・サーカスはマルクスより後の経済学で主流となった限界功用の概念を出発点とし、彼ら自身もその基礎を学んだ新古典派経済学に対す批判的態度の中で彼付きの研究を知らないまま独自に 有効需要の着想に到達している。近年では、ニューケインジアン、ポストケインズ派、心理カード学派の先駆けと評されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。